シーズン8が来たー。どうもこんばんは、バトルパスプロミス。いやー、オーバータイムチャレンジをクリアしてよかったね。はい、回収です。ということで、今シーズンはバトル、いきなりもうティア6になってるけど、まあいいでしょう。そう、バトルパスは無料でゲットしたんで、950円を払う必要がないです。まあそこは助かりましたね。お、コントレイルでこんなね、旗がゲットできた。いいね。はい、というわけで、はい、ラグナロック、ん？ショルダーパッドなし。なんだこれ、そんなんあんの。まあまあいいや。来ました、シーズン8バトルパス。はーい、というわけで最初にゲットできるのが、ん？あ、獲得、あ、これゼロね。あー、ここで買えるんだ。はーい、獲得、イエーイ、バトルパスアップグレード完了。さあ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 、あ、この海賊と忍者みたいな、手裏剣持っとんね、忍者だね、あれ。トロピカルカモ、ほい、 100Vバックスまで。いやー、いいですね。そしてじゃあ変えていきますか、コスチュームを。まあやっぱこいつかな。こいつでシーズン8最初いくか。で、バックは新しいのはないのか。似合うやつあるかな。剣、まあなしでいくか。そうだね、まあ、とりあえずなしにして、ピッケルも特にない、グライダーも特にゲットはしていなくて、海賊のやつでしょ。で、妹が何だった？あー、そういう系ね。そういうはいいでしょう。で、おー、大砲もあれな、そうか。ちゃんと変わるんだね。あー、いいね。二つだけこれにしとくか。で、壁紙が、どれだ？どれだ？じゃあこれだけ動くんだよね。まあいいや。はい、というわけでシーズン8の初戦に挑みたいと思います。そしてちょっと UI が変わったね。ロッカーは特に変わってないけど、アイテムは、あ、変わってるね。フィッシュのやつが売ってるし、これなんだ、スパイグラス。おー、悪くないね。まあまあいいや。とりあえず、まあ、このスキンも来たんだ。いっぱい来たな、なんか。はーい、じゃあ行きますか。初戦ソロ行きます。おお、ここロード画面も変わってんじゃん。わ、すげえ。お、ちょっと待てよ。うわー、ちょっと待って、レイジーラグーン、ザブロック。うわ、どうしよう、どこ行こう。てか、めっちゃチャレンジあんな。ちょっと待ってくれ。サニーステップス、レイジーラグーン行く？ここ行こうよ、ここ。あれ、リスキーでなかった？わ、すげえ、距離まで出てる。わー、見やすわ、いいね。いきなり新しいところへ参戦しますよ。そしていきなりビクロを狙いますよ。 400m、 これぐらいかな。おー、間欠泉が吹き出てて、はい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 、ここに降りちゃってもいいけど。うわー、なんだ
飛び上がっちゃった。あ、じゃあもう一番奥行くわ。ここスコープ付きのリボルバーが出ましたね。はい、ここにも宝箱。チャグジャグも出たね。先にチャグジャグ飲んじゃおう。 185m。 あー、しっかり距離が出るようになってるね。そして円は左の方か。この完結戦がポイントだな多分今シーズンは。それで移動するぐらいしかね、飛行機とかもないし。そこにあるな宝箱。で、ここいないの？え、ドリフトボード置いてあんじゃん。ボードまだあんだ。へぇ。ボードはてっきりシーズン8と共に終わりだと思ったけど。さすがにまだ早いか。裂け目はいい。あるね、ずっと。どこだ？オッケー。あぶねあぶね、ショットガンがなかったから助かったよ。あ、でこれ500なのかな、ずっと500なのかな。ちょっと待ってよ。あー、消えちゃった。消えちゃったよ。おい、あ、ポイントの位置が分かりやすいね、本当に。惜しいなー。いやー、すごい変わったね、この最初の島が。まずジャングルっぽくなってるね。さあ、じゃあ火山の真ん中行ってみようか。中入ると多分吹き出すんだよね、おそらく。あ、トマトテンプルの頭あるじゃん、まだ生きてるね。ただ町の名前が消えてる。ここはどうなるんだ。人がいっぱいいるぞ。おい、あ、中入れない系なのね。お、入れる。うわー、すごいな。待って待って、これ撃たれ放題だよ。マッチ、マッチくれ。飛ぼう飛ぼう飛ぼう。よーいしょー。あー、後方が、後方ってか、あとは残ってるね。なるほどね。ちょっと待って、999は入らないのかな、多分。あんだけ枯れてたけど、一気に美味しげって、いい感じやな。うわ、人いるな。ラマだけゲットしたい。至る所に完結線があって、あー、地割れのとこもまだ残ってる。地割れしてな、噴火したってことだよね。飛ぼうか。おー、水の表現が出てきてるね。いいね、さすがフォートナイトだな。やべ、場所の感覚があんまねえな、やっぱさすがに。これだけマップ変わると。よし、回復ある。
武器がねえんだよな。さあ、レイジーラグーンの方行ってみようか。ザブロックは多分あれ一緒？違うの？あ、なんか違うっぽいか。まあでも新しいとこが円に入ってくれてる。ここなんか、海賊の拠点って書いてあったね。大砲撃っとくか。これで？あ、これ動かせんの？マジで？これで、え、むずくないかこれ。L2、キャノンで狙う。あ、一人称なんじゃん、これ。FPS かよ。これでもむずいな。自爆しないから、あ、上に向けれるんだ。キャノンに乗る。まあ、いや、一回撃ってみよう。うわぁ。めっちゃ飛ぶな。あ。あー、なるほど。え、これ真上に、これで打ち上げたらどうなるんだろう。あっちの方行けるのかな？あ、ちょっと待って。どっち向いとんだ？あっちか。オッケー。R に打つ。え、めっちゃ飛ぶ。ちょ、これ、落下ダメージは？あんの？あ、ない。めっちゃ移動できる。そして。で、新しいザブロック来たけど。これ、海賊モチーフなのかな？いやー、こういう動き方ね。自分も。動けるしね。誰とも遭遇してないぞ。いたね。待って、執拗に追いかけてくるな。はい、というわけ、おっと、いきなりコブラのバッグをゲットしましたね。どうもありがとうございます。はい、というわけでシーズン8初戦2戦目終えました。大砲が面白いかな。そして移動手段であり攻撃手段であるという、また新しい感じじゃないですかね。まあ飛行機が消されたんでね、そういうのもありかと思います。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。